はい、皆さんこんにちは、レレイです。今日は、配信外で行ってきたランク戦の振り返り動画になるんですけれど、初動の、動き方をちょっと解説してみようかなと思います。はい、なのでぜひ皆さんも今回最初に見つけるサバイバーがどこでダウンしてるかちょっと考えながら見てくださればいいかなと思います。はい、じゃあ見ていきましょう。で、最初に見つけたのが調香師ですね。はい、で、まあいつも通り2階建てに流れていくんですけれど、この調香師がまあ次どこでダウンするかを、まず考えてみます。はい、で、一瞬今傭兵が入ってきて、で、僕は2階に行って傭兵の胸槽を叩いて、で、2階建ての中に調香師の胸槽を移るんですけれど、はい、じゃあ皆さんこれ調香師がどこでダウンするか分かりましたか？はい、じゃあちょっと2回目もう1回見てもらって、次ちゃんと解説しながら、見ていきます。はい、で、正解を言ってしまうと、今回調香師のダウン場所は強ポジだったんですけれど、皆さん分かりましたか？なぜ強ポジだったのか解説していきます。はい、で、ここで調香師の胸槽を探しに行ってる段階で、今足跡が見えたのが分かりましたか？今のが調香師が裏に入っていた本人の足跡だったんですよね。で、そのまま胸ポジの奥の方に足跡が伸びていったのが見えてて、で、ここで一瞬影が見えるんですけれど、調香師の。で、その後こっちに風船にして持っていった時に、そこにあるなんか風車みたいな大きな建物、左にある、あっこの奥に足跡が伸びてなかったんで、そこから動いてないなっていうのがもうこの時点で分かってたんですよね。はい。で、調香師の視点から見て、僕が2階建てに入っていくのがもう見えていたはずなので、2階の奥の方面には逃げないだろうなっていうことが分かってて、で、残りの写真世界の時間から考えて、強ポジから始発の流れのラインのどっかにダウンしてるなっていうふうに、ここは考えたので、強ポジの方に探しに行きました。で、今ここカラスを2箇所確認して、向こうのカラスも1箇所確認したんですけれど、どこも飛んでなかったんで、まあ、これは歩いて強ポジの奥まで来て、ここでダウンを選んだっていう形ですね。はい、こんな感じで、まあ瞬間移動で拾いに行くパターンとは少し違ったんですけれど、無事に調香師をね、拾うことができて、っていう初動になりました。はい、ちょっと珍しく解説してみました。皆さん分かったでしょうか？まあ結構比較的簡単な裏にね、最初サバイバーが入ってくるパターンの動きだったんで、わかりやすかったかなと思うんですけれど、あんな感じで結構遠くに動いてるサバイバーの影とかが見えると結構拾いやすくなるんで、周りよく見ながら動くといいかもしれないですね。はい、で、傭兵が近くにいましたが、一撃入っているんで救助来れなくて、で、機械技師が遠くからこうやって救助に来てますね。ただ半分は超えるんで、で、なるべく遠目で見つけられれば瞬間移動があるんで、まあ、救助狩りも狙っていけるんで、結構遠くで探したいなっていうところで、ここで見つけて、で、この距離だったら、ギリギリ瞬間移動で、救助狩りできるかなというところで、で、間に合いましたね。で、これで機械技師ダウンで、調香師がそのまま飛びと。かなりいい初動になってますね。っていうかもう、最初で、その拾えたら、その時点で、ほぼほぼもう、脇以上は確定なので、よほどぐだらなければ。本当に立ち回りがいいですね。立ち回り初動がいいですね、これは。はい、で、機械技師を釣ってしまって。で、傭兵がまあ、来るかどうかなんですけれど、まあこれはちょっと一旦椅子から離れて、傭兵に救助させますんで、してもらったところですぐに戻って、これで傭兵ダウンと。で、この後機械技師を追うって感じかな。まあ今のは救助させたっていうか、まあ、ワンチャンその死音消したら傭兵が近づいてきて、いい感じに傭兵も殴れないかなっていうところで、タイミングも見て戻ったんですけれど、まあちょうど救助後すぐに戻ったっていう形になりましたね。で、ここは時空残像とかステインと誘導しつつ、機械技師チェイスで捕まえて、で、これで2釣り目と。で、傭兵もダウンしてるから、あとはまあ、祭司が救助に来るしかないですね。で、傭兵が起き上がって、結構起きるの早かったんで、これは多分治療されたんだろうなと思って、結構遠目に探しに行ってます。で、やっぱり治療されてて、この辺もやっぱりその治療の速さとかで、なんとなくわかるんで、あれですね、結構覚えておくといいかもしれないですね。何秒ぐらいで治療されるのかっていうの。で、傭兵が遠くに見つかって、で、まあこれはでも救助間に合わないですね、機械技師の。そのまま飛んでしまって、で、あとは、まあ祭司と傭兵を二人捕まえばおしまいと。
で、まあ、こうなったら、あとはいつも通り、想像つって、ダウン作ってっていう感じで繰り返していけば、まあ、起死回生吐いたりとか、合流視線狙ったりとかで、まあ、なんだかんだサバイバーは自費になっていくので、まあ、いつも通り、あとは裏で釣っていってっていう感じですね。はい。で、ここで傭兵の共存もあったんで、まあ、両方釣れたら美味しいなっていうところなんですけれど、ここ、ちょっと椅子が遠くて、確か間に合わないかな、これは。一応そっちの方に持っていくんですけれど、ちょっとギリギリ間に合わんな、これ多分。さあ、始発の椅子に、あ、結構惜しい。結構惜しいけど、間に合いませんでしたね。で、今時空残像を使って、まあパラパラが向いた方に瞬間移動して、まあもうこうなったらどっちでもいいんで、ダウンするサバイバーでも起きてるサバイバーでも、見つけてチェイスしてしまえば、いいかなっていうところで。ただこれ、近くにいないんで、まあ、多分傭兵が移動してるやつに、パラパラの索敵が引っかかったのかな、おそらく。で、今傭兵が奥にちょっと影見えましたね。で、祭司が、起きて、で、長距離ワープが繋がってて、傭兵がそこの長距離ワープ通って向こう側に行ったっていうのが、今見えたんで、とりあえず、ワープ壊して、で、また写真撮って、向こう側に共存があるはずなんで、そっちを探しに行きます。まあ、これやってればね、いずれ本当にサバイバー側、どうにもならなくなるんで。で、ここで祭司を見つけて、で、祭司の共存を叩くのかな。ワープだけ壊して、祭司の裏を映ってしまってっていう感じですね。で、向こうでなんか、バチったのかな、通知が鳴ってて、傭兵が向こうにいるってことかな。はい。で、まあ、この辺りに傭兵の共存もあるんで、これも叩いて、ツーダウンにして、最後終わりかな。はい。というわけで、ちょっと珍しく初動の解説をしてみました。どうだったでしょうか。まあ、もし需要がありそうなら、なんか、簡単な解説今後もやっていこうかなと思います。はい。で、これはまあ、共存救助に来るのを出待ちしている、ジョゼフの、シーンですね。まあ、来なかったんで、まあ、2通りにしておしまいと。はい。というわけで、最後までご視聴くださりありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。